はい、第3試合、はい、あ、はい、私のちょっと目だと斜めから見えた、あの審議が決まり、この横攻撃ということですね、先ほどなおが取り消しになりまして、青を回り入れそうですね、はい、今のですね、またね、ちょっと出ついて全く見えないんですけど、再開します、吹き飛ばされたんです、ただ横に揺られて攻撃をしたので、攻撃自体は無効です。逆にダウンではなくて、はい、赤は飛び込みが6点です。次から使えます。はい、はい、ダウンで。はい、ステミを取られてますね。あ、見せ倒した。赤のステミ。これは終わらなかった。はい、で、自分が倒れ込むようになったら、僕がステミ技と言って、1試合に1回ですからね。どうしたらだって、そう。ずっとダウン取られることないです。まあ、青、よく見ると、前から攻撃します。まあ、イエロー2枚、分析イエロー1枚、現在は赤、ツーダウン、青、ワンダウン、これはツーダウン、勝者青、グリーンの記録で勝者はフリーパンデル、旅行でした。あ、でも初夏まだ勝負して2人に決めた話になります。はい、日本も勝負してガンガン出てきてほしいですね。はい、では、エリック、赤コーナー、メルカバー、青コーナー、はい、ベルゴです。これは、これは同じような、いや、でもね、さあ、どうだろう、レフリーのジャッジ、待て、なんで、なんで、あ、レフリーが審判で選びます。今、確かにね、どっちだろうなって、審判の競技の上、今のは有効ではない。有効ではない。かなり浅い。浅いということですね。なるほどね。今ね、はい、言うのかなと思ったら、ワン審判判断の時がありましたね。はい、はい。青にイエローカードが1枚。あ、出てる。出てる。もう攻撃だな。横に一つ攻撃したんですよ。昨日からそれを何度も見てて思いました。もう青はこのダブルパンチが強烈なのかな。あ、これも審判で判断しよう。よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。じゃあ、第13試合始めます。青だ、いいあり、はい、いいと相手が転倒した。よく分からなかったんですが、いずれにしてもノーカウントになったようです、はい、ちょっと声が分かったと思います。はい、はい、はい、つまり、有効なポイントなしという、なしで、青にイエローが1枚、はい、はい、横方向、もしくは、ね、捨て際が2回やったかもしれない。これは赤だ、赤だ、赤だ、今のは僕にも入ったように見えましたね。はい、待ってください。あと25秒。 A リング、はい、赤ワンダウンです。ワンダウン取られてるから、このスリップだみたいな、はい、ガンガン攻めなきゃいけない赤としては。残り10